残念だったな、シンジとレイナは。ここ以外に頼れるところがなかったんだ。分かってる。できる限り手厚く葬ろう。ああ、すまん。アケミ？そうだ、シンジは確かにそう言っていた。しかし、そんな名前の女いくらでもいるぞ。それだけじゃな。いや、そうでもねえ。ああ、錦山組の田中の頭は実は風俗好きでな。知ってたか。めっちゃ知ってるわ。ここ何年か奴が通ってる店がある。桃源郷ってソープだ。そこのナンバーワンが確か明美。なるほどな。ただしだ、そこは普通の店じゃない。ビル一軒丸々ソープになってるが、看板もねえし、パッと見じゃそれとわからねえ。しかも一回遊ぶのに100万はかかる。100万？現役のタレントやらモデルやらが働いているんだ。選ばれた人間の遊び場さ。おじさん、ソープって何？誰も教えられないわ。まあ、風呂屋だ。いや、サウナか。俺に振るな。銭湯ってこと？いや、それとも少し違って、そのおじさんは行ったことあるの？ん？あ、あ、まあ、いや、嘘。私どんなとこか知ってるよ。何日も歩いてたんだから。こりゃ一本取られたな。面白いね、ほのぼのしとるわ。ずっとこの雰囲気が続けばいいのね。桃源郷に入るには桃源郷の会員証が必要なんだ。そうだ、新名という女が桃源郷で昔働いていた。今はピンク通りの社員とかいうキャバクラで働いてるはずだ。新名に会えば早く手に入るかもな。オッケー、新名に会いに行くのか。新名はいるか？ええ、奥にいますよ。ちょっと会わせてもらうぞ。こんばんは。私、新名って言います。指名してくれてありがとう。なんか面白い顔だな。俺は桐生だ。お飲み物は何になさいます？新名、いきなりですまないが。はい、何でしょう？桃源郷の会員証持ってないか？あなた、なんでそれを？ちょっと会わなきゃならない奴がいるんだ。だがもう時間がない。そうですか。でも私からのお願い、受けてくれたらお渡しします。なんだ？私本当は密入国者なんです。それでこの前警察に捕まりそうになって、このままじゃ絶対に見つかっちゃう。私だけ中国に戻ったら弟が一人ぼっちになるんです。弟？こっちにいるのか？はい、父が日本で作った愛人の子です。訳あって今は私と一緒に暮らしているんです。そうなのか。じゃあ一人でその弟。桐生さん、人弁師って知ってます？人弁師？この町にいる偽造屋です。絵画の贋作から偽札、偽造パスポートまで何でも偽造できる人。偽の人弁からそう言われているようです。そこら辺にいるコピー野郎とは違うのか？はい、その人がすごいのは裏の戸籍まで完全に作り上げてくれるって噂です。確
大したもんだな。私、ここから外に出ると警察に見つかっちゃう。キリュウさん、お願い。人弁士に会って、私のパスポートを作ってもらいたいんです。私の代わりに、人弁士にお願いしに行ってくれないでしょうか。いいだろう。俺もそいつに興味がある。ありがとうございます。本当私嬉しい。で、そいつはどこにいるんだ。七福通りのジュエルってお店へ行ってください。そこの彩香ちゃんが窓口しているみたいです。わかった。優しいね。もうこれがおっさんだったら絶対わかったとは言ってないと思うよ。男っていうのはそういうもんだ。どんないい男もね。彩香はいるか。いらっしゃいませ。お客様、彩香さんですね。彩香さん、ご指名入りました。お客さんが彩香さんみたいになってんじゃねえか。今の顔ちょっと不自然だね。わあ、胸がでかい。こんばんは、彩香です。ご指名ありがとう。今日はどっかで飲んできたの？いや、今日はちょっと聞きたいことがあって来たんだが、人弁士ってやつ知らないか？え？何それ？社員でキャバやってる新名の代わりに来たんだが。今初めて聞いたわよ。それ、新しいお笑い芸人？ごめん、本当に知らねえのか。あ、わかった。新しい詐欺師でしょ。違う？もう、そんなことより楽しく飲みましょうよ。焼酎でいいかしら。邪魔したな。ちょっと、もう帰っちゃうの？お兄さん、これからが楽しみなのに。あら、違ったのか。お客さん、もうお帰り？ああ、感情を頼む。彩香が何か失礼でも？いや、そういうわけじゃない。ごめんなさいね。あ、お代は結構ですよ。だって何も飲んでないじゃない。すまんな。またいらしてくださいね。めっちゃいい店じゃねえか。あら、ただ違ったね。彩香に会いに行けば人面師の情報が手に入る。窓口をやってるって言ってたからね。ここか。ああ、あのオカマ野郎。ただじゃおかねえぞ。よし、行くか。めっちゃもうハゲてる人が店の中入っていったよ。オカマ野郎、ちょっと気になるね。行こうか。ハゲはちょっと気になるわ。ハゲてるってだけで気になるからね。いい加減、白状したらどうだ。あの日、お前が公園でパスポート渡してるとこ目撃されてんだよ。その時はたまたま彼氏と待ち合わせしてただけって言ってるでしょ。ガタガタ抜かすんじゃない。わーお。正直に言え、人弁士って野郎はどこにいる？ほほほほ。はい。ハゲてるからめっちゃ効くんだね、あれが。彩香、おい、ハゲ大丈夫か？ちょっとハゲの話も聞いていこうか。ようやく本性を表しやがったか。お前はハゲてるけどな。第三公園がいつもの取引場所だ。うん、おそらくそこに逃げ込んだ、ね、ありがとう、全部教えてくれたね。あいつら切り刻んでやる。すごいこと言うね。ハゲてるけどおっかない、でもいい人だよこいつ。全部教えてくれたもんね。ハゲてるけど、ハゲてるってだけで超マイナスなんですけどね。観念するんだな。最近どうも偽造パスポートの買い手が減ったと思ったら、てめえらがパスポート横流ししてるらしいな。こっちは商売上がったりて困ってるんだよ。この落とし前どうしてくれる。殺すだけじゃもったいねえ。切り刻んでナマスにしてやる。もしかするとお前ら
ジャカの残党か。あ、何者だ。俺もこいつに用があってな。悪いが、お前らに用はねえ。邪魔するとお前も細切れにするよ。ちょっと待て、こいつどこかで見たと思ったら、キリュウじゃねえのか。何、キリュウだと。お前ら細々とパスポート作りの内職か。黙れ。お前のおかげで俺たちどんだけ苦しんだか、ぶっ殺すぞ。いや、鼻からそのつもりでしょ。ね、殺すぞじゃなくて、まあ殺されるつもりはないけどね。すごいもん持ってるけど。 OK、 倒していこう。はい、まずはザコから。まずはいつものようにザコから倒す。それが俺のスタイル。ほら、ハゲハゲ、おい、ハゲハゲ、スキンヘッド。いや、ハゲか。いや、スキンヘッドじゃない、ハゲだ。いや、どっちでもいいんだけどね。いや、切り刻まないで、痛いから。腕取れるよ、腕もげちゃうよ。何切ってんの、何切ってんの。やっていいことと悪いことわかんねえんだろうな、まともな教育受けてないからね。うん、怖いね、恐ろしいね。何考えてるかわかんねえよ。よし、はい、グッバイ。死んでまえ、お前の人生ここで終わり。そしたら、でも倒したかな。いや、まだいるね。いや、切らないで、痛いから。いや、切らないで、痛いから。わかんねえとか、だいたい痛いだろ。切ってるお前らもわかるだろ、痛いってことで。何してんの、何してんの。ぶち殺すぞ。はい、はい。OK。何？オーイエー、ナイス、カモン。何、こっちの必殺技ができないわ。なぜ、完全壁はめっていうね。させねえよ。の、まずいまずいまずい。何？またかい。OK、 あとちょっと。何？つかみ技が全く成立しない。よし、いいぞ。はい、ゲームオーバー。死んでまえ、ハゲ。そのまま倒れたら完全に中身見れちゃうね。いいな、俺も飛ばされたかったわ。助かったわ。あなた、人弁士に頼み事があって来たんでしょ。ええ。本当は騙すつもりはなかったんだけど、ちょっと試させてもらったわ。絶対嘘だわ。神明に偽造パスポートを作ってくれ。あいつがしばらくこの町で働けるように。分かったわ。ママ、お願いしていいよね。て、まさか。その通りよ。さっきのお店で待ってます。一緒に行こうよ。一緒に行かない意味を教えてくれ。はい、これがお望みの品よ。これを神明に届けてあげて。キリュウさん、あなたのことは知ってます。風間さん、撃たれたみたいですね。何？そのことと関係あるかは分かりませんが、実は5年前に風間さんから依頼があったんです。どういうことだ？ある一人の人間を捏造してくれって。出生記録に住民登録、卒業証書、免許、医療記録、パスポート、公共機関にも捏造した記録を仕込んでね。記録の中でのみ実在する人物を作り上げたんです。それは、私が話せるのはここまでです。それじゃ、私たちはこれで。そこまで話したなら全部言ってくれてもいいのね。
ほらよ。ありがとう、ありがとう。これで弟と一緒に暮らせる。じゃあ桃源郷の会員証を渡してもらおうか。どうした？ごめんなさい桐生さん、実はある人に譲ってしまったんです。何？騙すつもりはなかったんです。本当です、信じてください。誰だ？譲った相手ってのは。水野さんって人です。昔少しだけ一緒に暮らしたことがあるんです。いつも優しくしてくれる俺に桃源郷の会員証を譲ったんです。でも私が言っていたって伝えればきっと譲ってくれると思います。彼は七福通りにある MEP という案内所にいると思います。これはお詫びです。何かの役に立ててください。こんなもらってもどうしようもないでしょう。アイテムボックスを送るか。送っていいよ。では私はこれで。ありがとう桐生さん。お使いゲーになってんな。次から次へと頼まれるね。何でも嫌じゃねえんだよ桐生は。どれだ。あ、こいつか。この街の夜なら私にお任せください。いろいろご案内しますよ。お前水野だな。お前が桃源郷の会員証を持っていると神明から聞いたんだが。ん？神明？なんであなたが神明を？ちょっと訳があってな。桃源郷の会員証を譲ってほしいんだが。神明に会ったんですね。そうですか。まだ彼女この町にいたんですね。会員証はあれはお譲りするわけにはいかないです。昔あれを手に入れるのにどんなに苦労したことか。どうしても必要なんだ。すまないが譲ってほしい。わかりました。神明があなたを信用したのだったら受けないわけにはいきませんね。さすがにただとはいかないですがお譲りしましょう。桃源郷の会員証は裏の世界では100万単位で取引されているのですが、50万ってとこでどうでしょう。持ってねえよ。50万はない。30万はどうだ。30万なら持ってる。仕方ないですね。あ、よかった。何かお困りのように見えますので。わかりました。30万円で。はい、よかったよかった。50万なんて持ってねえからな。助かった、ありがとう。いいやつだな。私と神明の出会いのきっかけとなった品です。どうぞ大切にしてください。気持ち悪いわ、そんなこと言うんじゃねえ。あ、今度また神明に会ったら。いえ、何でもないです。何があったんだよ。気にしないでください。では。気になるわ、そういう終わり方やめよう。めっちゃ気になっちゃうからね。よっしゃ。なんで？意味が分からない。行かしてくれよ。ここ関係ないよ。ここタクシー乗ったって。何につけられてんだよ。何？怖い怖い。はめられたってことね。おい。お。
お、教頭か。マジで？はめられたんじゃないんだ。おっしゃ、真島の兄さんと協力してですよ。おほほ、来たね。元堂島組組員だ。いや、もう頼もしいわ、これは。めっちゃ数いるけどね。数多すぎない？石川、体力多いな。別にこいつ狙わなくてもいいの。まず最初、ザコから行った方が良さげだね。OK、レッツゴー。死んでまい。エース、まず1匹目。マジマの兄さん頑張ってるよ。見てあれ。マジマの兄さんの頑張りを見てあげて、みんな。すごく頑張ってる。危ねえ。よし。はい、グッバイ。次はお前ね。よっしゃ。いや、笑ってるよ。なんであの人あんな笑ってんの。テンション高えな。はい、グッバイ。多いな、数が。踏むんじゃねえ、お前。たまたま完全に踏んでんじゃねえか。ゴルフクラブをなんで持ってんだよ、お前。そんな使うとこ間違ってるぞ。正しいものの使い方をしてくれ、頼むから。腹立つな、お前。待ってろ、後でぶっ殺してやるからよ。ああ、ムカつくねえ。オッケー、だいぶ減ってきたな。はい、死んでまい。もうあとはマジマの兄さん任して OK かな。じゃあこっちはこっちで片付けようよ。何してんの、何してんの。マジマの兄さん、こっち来て。2対1になってるよ。何見てんの、何ゆっくり見てんの、あの人。そうそう、攻撃して。すごく暴れてるけど。オッケー、レッツゴー。しゃ、グッバイ。すごいダメージ。よっしゃ、2対1になったね。ナイス、倒してくれた。あ、まだ1匹いる。倒してないんだよ。何してんの、マジマの兄さん。まだ決着ついてないよ。倒して。うわ、こいつ3ゲージあんのか。多いな。佐々木を倒すの何分かかってんだよ、あのじじい。ナイフ持ってるくせに弱いな。どこ行く、どこ行く。兄さん狙い出したぞ。怖いな。えいゆー。オーライ。さて、もう完全に2対1だね。もう死ぬ覚悟できてんだろうな。片方めっちゃ強いやつ、片方ナイフ持っとるぞ。お、来た来た来た。思いっきり刻んでる。そんな言うほど食らわねえな。残るあと1ゲージかな。あ、おいえ、回復すんなよ。おいよし、どれ、踏みつけちゃボケ。完全にリンチやで、お前。近くに海あるから、もう海放り投げてもいいね。刻々と死が迫ってきてるぞ。こう、まあ、これなら死んだ方がいいと思うけどね。完全もう片方ナイフ持ってる気違いだからね。今の環境がもう死んでるみたいなもんだからね。で、笑ってるし、あいつ怖すぎるだろ。あいつガチな頭おかしいやつじゃねえか。何？あかん。おい、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 ナイス。ほんで後ろから、これで終わりかな？決着つけれた。グッバイ石川。はあ、めっちゃ来たわ。長い戦いだった。わお。嘘。あ、クリアだよね。よかったよかったよかった。真島の兄さん、思いっきり海落ちていったけど、心配したろうや。何してんの。
気にしたれや、お前。全然もうゆっくり歩いてるね。気にしたれ、優しさゼロか。マジワンの兄さん対してひどいね。他の人にはめっちゃ優しいの、この人。あ、戻ってきたよ。さて、行こう行こう行こう。あれ、ストーリーに関係あったのかな？いや、関係あるでしょうね。あれ、やらなきゃ、こん中入れないからね。にしても何だったんだ、あのイベント。ようやく手に入れたようだな。俺は本庁から呼び出しがかかってるからな。まあ、9歳の女の子連れて桃源郷へ行くってのはおかしな話だが。え？はるかを連れて桃源郷へ向かって。はるか連れて行くの？なんでだ？え、連れて、でも行かないとダメなんだよね。わかった。はるか、行くぞ。おじさん、桃源郷へ行こう。行こうじゃねえよ。行っていい年じゃねえんだよ。ここか、桃源郷。桃源郷の会員証をお持ちですね。どうぞ、いらっしゃいませ。子供について何も言わねえのかい。これが当たり前なのか。あの、お客様。あ、やっぱ言われるね。当然だよ。社会見学の一環だ。多めに見てくれ。申し訳ございませんが、他のお客様のご迷惑になりますので。絶対に迷惑はかけない。いいよね。かしこまりました。なんで壊したんだ。後ですげえ額の支払いしねえとダメだぞ。アケミを探せ。じゃあとりあえず行こうか。社会見学で許されるレベルなのか。行こうがこの場所だとねえ、めっちゃエロく聞こえるからやめて。聞く俺が悪いと思うんだけどね。聞き手側の問題だよね。俺が変態だからそう聞こえるんだ。おじさん、ここじゃない？ここか。そうみたいだな。え？いらっしゃいませ。あけみです。キリュウだ。シンジから聞いてないか。キリュウ、あなたが？ああ。それじゃあシンちゃんはもう。そう、最後に会った時から言ってたの。自分にもしものことがあったらあなたが訪ねてくるかもしれないって。いつもふざけてたあの人が急に真剣な顔してね。そっか、しんちゃん死んじゃったんだ。おかしいと思った。だってね、あの人急に今やってることが片付いたら結婚しようなんて言ってさ。すまない。いいの、私の方こそごめんなさい。風間さんね、確かにここにいたんだけど、しんちゃんの知り合いが来て連れて行っちゃったの。誰だ？近江連合の寺田さん。近江連合？そいつは本当にしんじの知り合いなのか？うん、しんちゃんは信頼してた。だから私も。場所は？芝浦よ。不当に止めた船に連れて行くって言ってたわ。そうか。それともう一つ。うん。しんちゃんこう言ってたわ。錦山組は100億の他に世良会長の遺言状を探している。それに次の4代目が指名されているんだって。遺言状？そんなものが。それじゃあ錦はそいつを握りつぶそうと。しんちゃんはそう言ってたわ。わあ、何何事。いい男だ。わあ、この男何してんの、さっきから。
ずっとね、オリアじゃなくてよ、うわこれまさか戦うパターンのやつじゃないの。どうすんのこれ。おじさん、何なの。知らねえよ。な、何が起こったの。わからんが、ここで待ってろ。確実に戦わねえとダメなパターンだろう。ああ、移動するよ。マジマ兄さん何してんすか。わーお、ロビーへ向かえ。向かうまでがまず大変だ。いろんなやついすぎだわ。めっちゃいるじゃないですかこれ。ほら死ぬ前いた。やめろって。よっしゃ、次から次へとゴキブリのように出てきやがって。気持ち悪いやつらだな。よいしょ、よっしゃ、はい、オッケー。暴れるねあいつ。でラスト一匹、せいやグッバイ、レッツゴー。わ、また椅子のやつ待ち構えてるよ。出た出た、このパターンのやつ。これめんどくさいんだよな。近く寄ったら来るからな。ローションボトル、ははっ、こんなもんこんなもんどうすんだよ。ほら全然食らってねえよ。これ大変だな。あいつ近づけねえからな。ちょ、回復しておいた方がいいわこれ。めっちゃすごいダメージ与えてくるからね。あれ攻撃してこない。来た来た来た、オッケー。はいはい、相手の攻撃を待ってこうやってすればオッケーだ。よっしゃよっしゃ、はいはいはい、よーし来たよソファーめっちゃ飛んでいくね。でまた奥から来るんかい。あーもう次々いる、めっちゃいるじゃないですか。おりゃじゃねえんだよ。やっていいことと悪いことわかんねえのか。死んでまえ。よっしゃ、次お前、グッバイ、次お前、グッバイ。あっしゃ、苦しんで死ね。サカボール、でほんでほんで、え、確かここ4階だったよな。4階だったはずだ。あと2階降りないとダメ。まだまだ降りないとダメだねこれ。何待ち構えてんのオタ君ね。えオタ君ビヨン強いし、また投げるやつ、飛び道具使ってくるやついるし、なんなのなんなの、ほんと腹立つな。あっち行っちまえよお前。グアじゃねえ、大げさか。ちょっと待って、投げてくるやつ倒しとこう。こいつ迷惑だ。微妙に体力多くなってるし。おい、はい、グッバイ、レッツゴー。何してんの、後ろで痛がって何してんの。もっと痛いことされるよそうやってたらね。よし、また出てくるんかい。あかんあかんあかん、あぶね、何いんのこいつ、なんでいいんだ。こんなやついなかったろ。市川いつの間にいたんだお前、気がつかなかったわ。あぶらーし、ね、デブ早くしろ。あの、うわ当たり判定かい、厳しいね。これ当たり判定かい。こいつ一発が重いからな。おい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 、イエース、ナイス、倒した。ふう、行こう行こう行こう。何？え、何？あ、ムービーか。びっくりした。助けて！うわー！猫ちゃん。よー、ギルちゃん、探したで？マジマの兄さん、あんた、まだ生きていたのか。助けて！お願い、助けて！
よしよし、静かにせんか。よせ。ああ、お前べっぴんさんやないかい。どうや、俺の女にならんか。どうやねん。嫌です。私、他に好きな人が。ごめんなさい。真島、やめろ。そうか、正直な子や。え、それで、ほれ、ここ危ないで。はよ行き。読めねえな、あんただけは。俺は正直もんが好きなだけや。人の顔色伺ったりせんと。俺がそうやからな。そうかい。こないだいいとこで邪魔が入るよった。ここで蹴りつけようやないの、キルちゃんよ。来たや、この男。どうやって生きてたんだ。お前確実死んだろ、さっきので。なぜか生きてるっていうね。まじまた、これが最終決着かな。行こうよ。おいおいおい、これまた体力が多いな。OK、カモン、レッツゴー。おい、ドルー、あ、すごいダメージ。いきなりいいね。あのミスター、せいやー。 OK、わ、いきなりかい。嘘だろ。ほとんどマックス回復してんじゃねえか。マジかい、早すぎない。ほとんどマックス回復かい。よし、おい、わ、なに、わ、ミスった、最悪。回復しとこう、回復。死んじゃうわ。急に来たね。急に来られても困るんだよ。急に来られるの一番苦手なんだよ。ちょっと弱すぎるね。これなんかあるぞ。これ多分パターン変わるぞ。いくらなんでも弱すぎる。よし。とりあえずまず1ゲージ目。3ゲージある中のね。はい。何なの？何なの？何なの？え？あぶれ！避けれた？うん！暗くなってんだけど！What？ What？ What？ ステージ自体変わってる！何これ？なんで変わってんの？ What？ 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 暗くて見えねえ！暗くて見えねえ！全然見えない！光がなくなってる。これは難しいぞ。なんか嫌な予感してたんだよ。なんかパターン変わってくるかなって思ったら、本当に変わってきたよ。はいはいはい。うわ、もうマジかい、マジかい。回復すんじゃねえ、回復すんじゃねえ、回復すんじゃねえ。もうほとんど回復じゃないっすか。これは見づらいぞ。相手もヒートゲージ出てるから、その分見やすいけどね。あぶね。よっしゃ、カモン、チャオン。おい、あー、うちダメ、振り払われた。相手の必殺技かい、嘘だろ。わあ、ニアじゃなくて何を絞り出してんだよ。よっしゃ、体力回復。一方的にボコされてるような気がするな。めっちゃ攻撃避けられるんだけど。
あダメだ、なんで感激されてんだ、こっちが掴んでんのによ、何ブツブツ言ってんの。あーもう一回一回倒れないでくれ本当に。わっ、あんな距離離れててなんで相手の必殺技なんのよ、意味不明すぎるだろ、何時空超えてきてんの、次元をさ何してんのこの人、気違いってそんなことできんの、恐ろしいね、俺の知らない世界だわ、絶対知らないね、知りたくもないね。ダメだ、もう一回一回こけないでくれ、ムカつくな。相打ち、あと1ゲージのとこまでは行ったんだが、どこ行った、あー岩が邪魔だ、連打でこっち攻撃させてくれないっていうね、ずっと相手のターンだよさっきから。あーダメだもうこれ、杖の距離が長すぎるんだよね敵の場合だけ、だからさ全然攻撃当たんないのよ、こっちちょっとしかスウェイできないのね、ダメだこれ、立った瞬間これだもんな、もう完全にいじめゲーだよね。よっしゃ、ようやくだよ、ダメだ、つかみ技が全部無効化される、むしろ相手にカウンター取られるとか意味わかんないでしょ。これ全部だからね。反応遅いとかじゃないからね。こっち連打してんの、これ全部だよ。うわ、もうマジかい、マジかい、マジかい、マジかい。与えたダメージ全部回復すんじゃねえ。嘘だろ、嘘だろ、もう。これほんとこのシステムいらないと思うわ。ほら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 、もう。全部掴み攻撃無効化されて、なんなの、このゲーム。つかみ技じゃいらないじゃん、もう意味不明だわ本当。俺このつかみ技絶対いらないと思うわ、じゃあボス戦で何の役にも立たない技、むしろカウンター取られるっていうね、この選択肢いらないでしょ。あーもうダメだこれ、ひどいな、え、なんで相手の必殺技になんの、めっちゃ距離離れてんじゃん、何時空超えて攻撃してきてんのよ、どういうゲームだよ、なんで相手の時だけ時空超えれるんだよ、どこ攻撃してんのこれ、でこれでまた回復されるんだろ、絶対回復システムいらねえんだよな、あーもうダメだほら、もうつかみやめよう、もうひどいわこれ、つかむ必要性がないわ、気づいた気づいた、もうやめますやめます、ザコの時大量使ってるからもう完全に癖になってんだよな、でいざボス戦で使えねえんだから何の意味もない技だよ、今度から使うのやめよう、一方的にやられてるだけだよ、全然攻撃できてないっていうね、なんで自ら当たりに行くの、もう相手の連打で、これでまた半分来たら回復するんだろう、切りないよな、何相打ちなの、よっしゃあとちょっと、はい行こう、もうマジマ兄さんいいわ、もうマジマどうでもいいわ、よっしゃ、終わった。はぁ、長い戦いだった。もういいぞ。第2ゲーム開幕とかねえよな。そんないらねえぞ。ゲリュー、ほんま、ガツイね。お前、が、
あの女がアケミか。辛いだろうな。だってさ、風間のおやっさんの居場所が分かった。どこだ。芝浦の埠頭だ。近江連合の寺田って男がかくまっているらしい。近江連合だと。なんで奴らが風間を。分からんが、シンジが命がけでおやっさん預けた相手だ。信じるだけの価値はある。そうか。キリュウ、 MIA が神宮が目立って動き始めてる。さっき本庁に呼ばれて、お前のことを根掘り葉掘り聞かれた。おそらく神宮から圧力がかかったんだ。大丈夫なのか、伊達さん。逆だ。クビになってもおかしくねえのに、奴ら俺がお前とつるんでるうちはクビにできねえんだよ。行くんだろ、キリュウ、芝浦に。ああ。近江連合が絡んでるとは想像もつかなかったな。俺はお前とは別行動で MIA と神宮の線を渡ってみる。芝浦に向かう前にここでしっかりと準備した方がいいぞ。準備できたら俺に言ってくれ。準備はできているよ。芝浦に行く準備はできたのか。ああ、 OK。 そうか、気をつけていけよ。お、これで第1章終了にな、第11章ね、終了になります。じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。次回の実況もお楽しみに。グッバイ、また会いましょう。